さあ、始まりました。ブリトチャンネル。サスケです。アボギング。タコ。どこじょー。よいしょよいしょ。どすこいどすこい。どすこいどすこい。ねえ。どすこいといえば、サマー。なんで？ねえ、言うとりますけども、今日やる企画なんですけど、私が考えました。どうなんすか？いいですか？なんだ？久々に私が考えた企画やらせてもらって。お願いします。とか言ってね、これは考えてくれないかよ、この野郎。2年に1回。発表します。はい、一文字ずつ増やしてそれを食べていけ選手権。おー、今から順番を決めます。で、1番になった人が一文字しかない食材を買って食べます。もう一文字よ。あー、まあ、そこが難しいんだけ ど、 なるほどね。2番目の人が二文字のもので、3番目の人が3文字目、うん、5、6、7、8、9、10、11、12、12、13、ずーっとやります。なるほどね。途中、お腹いっぱいになってギブアップになったか、もしくはその文字数のものが見つけられなかったらアウト。うわ、そして制限時間は1回で買いに行くので制限時間10分。うわ、10分か。それ以内に帰ってこれなかったらもうアウト。うわ、トマトとナスのなんとかサラダっていうのはダメ、うん、あー、それもサラダ。もうサラダ。あー、なるほど。食材でも OK だし、メニューの名前でも OK、とりあえず OK。 のがついたりね、のとかととか、そういうのがついちゃうともうややかましいんで、ね、アウト。大事なのはこの順番ですから。そうです。じゃんけんでいきましょう。じゃんけん決め。もうすぐ。最初はグー、じゃんけんポイ。はい、これショー。うわー、やっちゃった。え、3、3番。いやいや、ダメだ。最初はグー、じゃんけんポイ。はい、これショー。よし、これも決まった。あ、ね、決める順番。もう決めました。はい。やっぱり一文字は難しい。そうなんだ、確かに。かといって順番早い方が後々。まあ確かに、まあね、それもあるな。っていうので間を取って2。じゃあ3で。おい、たーん。3です。じゃあ1、2、3ですね。そうだね。こうじゃあずっとこうぐるぐる回るわけね。では一文字増加食べまくり選手権、行ってみよう。はい、行ってください。おー、急に言ってください。終わりよ。もう10分です。測ってください。測ってください。全然全然全然。5分前からやってました。おー、やめてくれよ。あと見てくれよ。行ってきます。はい、10分です。あと1分ですね。お、もうやばいんじゃない。はい、でも一発でタイムアウトあるよ。そうです。はい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 、あと1分ですよ。はいはいはい、1分切りました。はい、間に合わなかったね。よかったね。はい、すっごい熱波でした。俺ね、すぐ2個浮かんだんだけど、2個以外のものが絶対いいと思って。その2個ともきついってこと？きつい。ただなかった。ってことはきついの買ってきたってことですね。きつくない方の2個の中でも。きつくない方、うん、でもきついんでしょ。きつい。これ食べれなかったら終わりですからね。はいはい、いいですか。はい、せーの。ふぅー、ふぅー。これってあなた一回ふやかすんですね。うん、ボンボンよ。キュー。まあ、一文字としてはセーフよね。うん、おかしい。いける。どうぞ、言ってみたらいけるんだな。あなた、あ、ちょっと待って、ふやかしてる。ふやかしてる。あ、だよこれ。水に浸して柔らかくしてギューってしようなんだよ。なるほどね。だから、意外とギューってやると下がるのがいいんだ。だんだん溶けてきて。溶けてはいない、多分増えてる、うん、これ量すごいよ。これ、うん、でもこれでも少ない方だよ。終われ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 。できました。なにこれ、なんでしょう。高野豆腐みたいな柔らかさ。味はついてない。どういうこと。なまーみたいな。なまー、なにこれって。だいたい出汁とかに入ってるから味噌汁とかさ。むみむみむみ。ふと何迷ったの。うわ、酢はきついよ。きつい。僕は酢しかないのか、一文字って。のっつのつじゃん。一発目でしょ、これ。え、痛いや。勝ち終了じゃん。これ何。ふやばい。はい、負けちゃん。負けちゃん。史上初、一旦目で終了。終わらせるね。終わった。オッケー。一応、フはクリア。オッケー。一文字目。二文字目。二文字はもうめちゃめちゃある。まあそうだね。すぐ帰ってきます。いくらでもあるよ。行ってきまーす。よーし。はかろはかろはかろ。はい。はい。もう始まってますね。もう始まってます。早っ。まだ。もう来た。はいはいはい。4分ぐらい残ってます。さっき飲み込んで終わったよ。はい。3分40秒。買ってきました。こちら。タイ。ちょっと違うかな。でも、タイ刺身だもんね。タイ刺身みたいな感じです。脱落。終了。もう余裕よ。しかも量少ないしね。うわ、むかつく。そう、一回水につけた方がいいんじゃないですか。大事だし。はい、オッケー。ペロンチョペロンチョ。はい、終了。で、3文字ね。3文字もたくさんあるから。あれだな、買ってくるのが分かってる。うん。
ザクロ。はい、行きますよ。はい、よーい、スタート。よーいしょ。今、5分にしてますんでね。もうすぐ3分前になります。よっしゃー、ゴールでーす。ゴールゴールゴール。じゃあ到着です。着きました。はい、僕が来ました。ここにいます。ここにいるよ。はい、ここに、はい、来ればいいんだけどね。出ます。押して。残り2分43秒。余裕。まあ余裕か。3文字ね。いますよ、3文字。こちら、マグロ。うわ、パクリ。完全にパクリ。パクリ3文字。パクリ。パクリも3文字。ちょうどいい。臭い。走ってきて振ってきたんでしょ。生臭い。何を今迷ってたの。超良かったです。うわー、2枚食い。マモマモ。お、3枚食い。せーの。おう、うまーまー。一周してサスケ4。俺も行っちゃう。あ、はい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 。はい、買ってきました。残り3分半あります。はい、いいですか。もう、はい、私はパクリと言われても困りません。え、ネギトロー。やっと麩以外のものを食べて。それも醤油なしよ。いいよ。いいの。麩に比べたらいいよ。今地獄見てるから。確かに。何でもよ。あ、意外とこれ量少ないね。おいしい。おいしい。うぃ、何、気がした。味ある。やっぱちげえわ。うまうまうま。4文字クリアか。はい、おっしゃ。オッケー。じゃあ次は5文字。はい、もう5文すぐよ。10。はい、ちょ、待って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 。はい、スタート。はい、到着きましたよ。5ね、5めっちゃあった。おー、まあ、これもあるよ。私が買ってきたのはこちら、ヨーグルト。ヨーグルト。あ、ちょっと、いやいや、もう一回買って。ヨーグルト。あ、オーバーしました。俺オーバー。アメトーク式伸ばしました。俺でも分かったのよ、量が少ないの行けなくなるかもしれないから。あ、もう今のうちから量少ないので行ける。で、5文字ね、いっぱいあったの。例えば、あの、いっぱいねえな。楽だな、ヨーグルト。うまい。どんどんいっちゃうじゃん。はい、どんどん。5文字終了。どんどんいっちゃう。じゃあ、6文字ね。6でしょ。ほら、もう出てこない。あ、来ました。はい、余裕ちゃんちゃんこ。10秒で帰ってきた。僕の6文字はこちら、ミートボールです。え、本当だ。本当だよ、それ。はい、ちょっと、うわ、うまそう。うまっ。むかつく。めっちゃいい味だ。あった、味こ。あ、頼む。よし、俺も決まってる。7ね。はい、はい、本当に決まってんだかな。はい、はい、や2分30秒。値算後早かったね。はい、いいですか。せーの、シュークリーム。一口でいっちゃう。いや、いいや、別に。ほらほら、ポー。あー、でっか。あー、妖怪。あー、妖怪。喋れないでしょ。喋れないでしょ。口喋りすぎて。おー、喋れました。じゃあ、やっと俺の番が来ましたね。8ね。はい、8。スルーいってきちゃうんだから。よし、おー、来た。1分半。8ね。意外となくなってきました。ちょっと時間かかってた。意外となくなってきました。じゃん、グリーンアラモード。うまそう、ね、うわ、食べ応えありそう。一口かな。うわ、うまそう。うわー、うーまむー。量的にはまだそうか。全然俺少ない。これやっぱ腹いっぱいになるんじゃなくて、文字数がないのでアウトになるんだろうな、これ。はい、完食。9、団子ちゃん9。はい、9。9でもいいし、特別ルールで90でもいい。9文字でお願いします。はい、はい、ちょっとだいぶ回りました、店の中。けど、いいの見つけました。いきます。9文字はこちら、モッツァレラチーズ。ね、9文字だったね。まあ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 、ね、でも食べれないかもしれないから。え、モッツァレラチーズ汁ですよ、これ。汁じゃない。だから10。汁も入って11。ちっちゃい。ちっちゃい。ね、さっきのミートボールじゃん。すごい量あるんだけど。だって見て、24個入れてる。嘘。24個。食えてんだから。ほら、もう終わりやばいね、もう終わりだ。負けろ負けろ。サモザモッサモザ。お、いったいったいた。はい、なくなった、やった。はい、終わった、やった。オッケー、じゃあ9。オッケー、次サスケ10。まだまだあるかな。オッケー。よいしょ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 。何その帰ってき方。いいですか。10あった。はい、せーの、グラタンコロッケパン。でもほら、もう思いに行くしかなくなっちゃったね。いや、たださ、まだパンって誰も言ってないでしょ。だからワクワク、ね、あ、早っ早っ早っ早く食って。楽しんでる食を。うん、まあ、いい匂い、コロッケの。あー、いったいった。じゃあ10終了。こっからも結構時間シビアですから、ね。うん、11ってなんだろう。急ごう。いきますよ、スタート。来た。
が、まだいるね。はいはい、セーフセーフ、はいセーフ、はい、1分15秒セーフセーフセーフ。まあちょっとかかりましたね。少し困った。でもありましたよ。じゃん、ペヤング焼きそばビッグ。何、ソース焼きそば。いや、ソース書いてないですよ、よく見てください。上見てください、上。 まずこれで測ってみよう。はい、ペヤング焼きそばビッグ。横のバージョン、ペヤングソース焼きそば。11なんですよね。いやいやいや、横はビッグない。横はビッグない。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ勝ちです。でもこのぐらい際どいものじゃないとなくなってきてる。もうない、ないし、もうガッツリがない。ちょっと11文字のお湯で作ってくださいよ。いや、どういうこと。11文字のお湯。はい、できました。うわー、じゃじゃ、うん、うわ、うまそう。これまず、うわこれあと2口ぐらいでギブアップする。え、ほらほらほら、限界だと。あら、いいんだよ、やろ。余裕だな、こいつ。はい、大丈夫。え、何文字だっけ。11 12、はい、もう12。もうない、マジで。だから今もギリギリなんだよ。ソース焼きそばかビッグかの。9分59。あ、やべえ、やべえ、ジンか、やべえ、ジンか。もうやばいですよ、時間。危ねえ、危ねえ、危ねえだろ。いや、結構迷った。僕が見つけたのはこちら、ミートソーススパゲッティです。イタリアン産トマト仕様のミートソース。これやってます。一般的にミートソーススパゲッティってことです。やっとそれっぽいの食べれるよ。あ、うまそう。めっちゃいい匂い。入れた。うますぎー。もう次、もう無理なんじゃない。15分13って存在するの。もう、うーん、いきまーす。はい、さあ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 。考えてきました。はい、意外と早いでしょ。まだ8分。そこのエリアにありました。さっきこの人グラタンパン行ったでしょ。このエリアちょっと、あ、カタカナ多いからね。いきますよ。13、ホワイトデニッシュショコラ。こんなパン、うまっ。パンね。でもね、ここで頑張っとけばもう絶対ない。ここ逆に次を乗り越えれば確かに。はい、もう限界くんかな。すごい時間かかってる。はい、さあ、13。もうきつい、もう終わらせて。やべ、やべ。はい、いきます。14文字。おー、おあった。こちらです。じゃん、ベビースターどでかいラーメン。俺の勘違いかもしれないけど、うん、ベビースターとてんてんてテンテンカイラーメンかもしれない。もう一回言ってください。もう一回言ってください。ベビースターがいいんですね。とてんてんてテンテンカイラーメン。ベビースターとでかいラーメンは14です。この食べる量大丈夫。わかるわかる。いや、無理だよ。で、全然。うわー、うわー、全然無理だよ。うん、あ、ベビースター、これだいぶじゃん。長っ。ほぼこれリタイアみたいなもんだからね。本当はそうだよね。おお、やりきった。じゃあ団子さん、15。はい、もう行ってください。考えて、考えなさい今。ありました、ありました。まだあるんだと。いきます。はい、15文字。ギラデツ。え、カスタード&ホイップシュー。パフパフ。今目合わせちゃったよね。カスタード&ホイップシュー。カスタード、中身カスタード&ホイップのシュークリーム。言ったらこれカスタード&ホイップシュークリームってことでしょ。これ言ったら中身やっちゃうの。カスタード&ホイップシューだもん。お店長さんは見て言えるか。俺らもじゃあこういうのいいってことで、ちゃんとここに書いてあるの。いいでしょう。鼻から食べたいでした。何やってんだよ。もういろんなのに合うと。どういうことか説明して。はい、オッケー。はい、じゃあサスケ。オッケー。16ね。はい。無理よ。あと1分です。よっしゃー。あと45秒。はい、勝ち。はい、29、28、はい、27、はい、26、はい、25、はい、24、はい、着きました。23、着きました。22。着きましたよ。どうしますか。が、せーの、トリプレッソキャラメルコーヒーラテ。トリプレッソキャラメルコーヒーラテ。何ですか。ちょっと分かんなかった。なんだよ。もう一回いきます。ヒイラテ以上。トリプレッソキャラメルコーヒー。あれ、いやいや、今変わりました。商品名変わりました。あ、やっちゃった。トリプレッソキャラメルコーヒーラテ。終わった。商品名なんであれ。どういう風に書いてあったんですか。トリプレッソ、トリプレッソ
だったのかな。そんなわけ。え、だって数えた時に合ってたよ。助けてよ。はい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 、わかった。これコーヒーじゃない、カフェラテ。変なこと言う。トリプレツソキアラメルカフェラテ16。最初に言ったのあなたが。コーヒー出た。コーヒーって言ってたよこの人最初。トリプレッソキャラメルコーヒーラテ、キャラメルコーヒーラテ。すごい飲んでる飲んでる。早い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 。Okay. さあ17、はい、スタートでーす。やだ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 。もうあっという間に1分切りました。1分切ったんでもう負けということにしましょう。あと45。見つけました。17だよ。エラミラクル、こちらカップヌードル、トムヤムクンヌードル。エビのマーク書いてあるんですか。エビ食べれるんですか。食えませんやっちまったこんな終わり方あるんだ。デッドヒートでギブアップ。終了。惜しかった。だから文字数をさ意識しすぎてさ、自分で食べれないものを選んじゃったのよ。そこも考えやったね。必死こきすぎた、うん、だって2文字で石を選んでも食べれない。それやると一緒。というわけで青キング全額札決定。うわー何このお家。だってこれ以外の探してたら多分時間オーバーだったし、時間に負けたってこと。それではこの動画が面白いと思った方、チャンネル登録高評価お願いします。それではさよなら。エビ7ね。じゃあ OKOK、okay, okay. okay. 俺7見つけてるんで結構早いよ。えっ、ちょっとルール違反だね。